海外では、海外では何かいい治療法があるんじゃないですか。今のところ海外も同じです。むしろ日本の方がこの病気の研究は進んでいるでしょう。先生、あの子助けてください。お金ならいくらかかっても構いません。私どんなことでもしますから。お母さん、この病気は日常生活に支障をきたす可能性はありますが、直ちに命に関わるという病気ではありません。だからってこのままじゃあの子は。こうしている今も研究は進められています。新しい治療法や薬の開発も徐々にではありますが進んでいます。本当に何も方法はないんですか。まずは投薬とリハビリを開始して、この病気とどううまく付き合っていくかということを考えていただいた方がいいと思います。希望を捨てずにお嬢さんを支えていってあげてください。先生、あの子はまだ15歳なんです。たった15歳なんですよ。城南大学病院の水野君は私の教え子の中でも最も優秀な神経内科医の一人です。心配ないって。傷跡もきれいに消えるって。安心してね。それじゃあおやすみなさい。おう、なんだ、帰ってたのか。立花のじいさんどうだった？あ、もしかしてまた入院か。なんなら近いうち見舞いでも行ってやるか。ほら、あのじいさん将棋好きだろ。退屈してるだろうから一丁揉んでやるかな。綾の病気ってね、脊髄小脳変性症っていうの。え？脊髄小脳変性症。なんだよその舌噛みそうな名前。だんだん体が動かなくなるって。え？あれ、立花のじいさんが。あやが。あの子、自律神経が崩れてるんじゃないの。何なんだよ、その脊髄になんとかっちゅうのは。だんだん自分の足で立つことも難しくなって、車椅子になって、いつか寝たきりになって。そんなはずないだろ。お前何寝ぼけたこと言ってんだよ。お前
文字書くことも喋ることも難しくなるって。うん、治るんだろ。あ、薬飲めば治るんだよな。それじゃあ手術すれば治るんだろ。治療法ないって。どこの藪医者に見せたんだお前は。他の医者に見せとこいよ。ちょっと色んな先生に会ったの。インターネットでも調べてみたの。色んな本も読んだの。この病気の第一人者の先生にも会ってきたの。でもね、でもね、今の医学では治せない。今日の試合頑張ってね。ありがとう。今日は家族全員で応援に行くか。本当に賛成。バカじゃないの。たかが練習試合で私パス。ダメだ。いやほら、全員揃って応援に行くんだよ。日曜日ぐらい自由にさせてよ。行くのよ。休みの日まで金魚と亀の世話かよ。当たり前ですよ、生物部員としては。お、なんかやってる？へぇ、ピューチって結構うまいじゃん。よく転ぶのにな。そうなんですか？だろ。ちゃんと走ってんじゃねえかよ。あんなにうめえじゃねえかよ。なんて綾が。いい試合だったな。きっとレギュラー間違いなしだ。そんなに甘くはないと思いますけど。